薄い話、今日もしていきたいと思います。まあ薄い話にはもうタバコは欠かせないですよね。だから不思議とこう薄い話とタバコの相性ってすごいいいと思うんですよ。なんかこうすごいダメな人がしてる薄い話の方がいいでしょう。だからタバコ吸ってる人って結構やっぱダメな人が多いってイメージ皆さんあると思うんで、こんな人からそのいい話が出てくるわけないみたいなビジュアルイメージがしっかりしてると思うんですよね。なんでタバコを吸いながらやっぱり薄い話をしていくっていうのが一つの型だと思うんですね。いやー、まあ今日も、いい気になってきた。今日もね、スズメがすごい鳴いてると思うんですけど、今もこっちの部屋ではね、うちの娘をこれから送り出すというところで、昨日は私が送り出して、今日は妻が送り出すという流れです。なんか、結構早い時間なんですよ、今だから。また朝、午前中でね。今日、皮膚科行こうと思うんですよ。皮膚科。ついにこのおでこのこの2年間治っていない吹き出物が、皮膚科によって、おそらく何かしらの処置が施されるんだなっていう感じがあって、すっごい痛かったらどうしようね。食いたいの。もうギブアップです。もういいです。もういいです。あのおでこのおできあってもいいですっていうくらい痛かったら嫌だね。もう先生ももうはい、じゃあまず爪剥ぎますとかっつってね。爪の間に爪と指の間のところに針入れますからねとかいうとこからスタートして。って痛い。万力でここ締めまーすって、これびっくりって。今日結構薄いんじゃないですか。今日薄いんじゃない？だいぶ。かなり薄い話できてる気もするな。薄い話も難しいんですよね、意外とね。やっぱコメント欄やツイッター、SNS での評判を見ると、あんまり熱っぽく話しちゃうと、薄さってちょっと、その内容が何であれ、私が話し出して、こう、情熱を持って話し出してしまうと、どこか濃さを感じるらしいんですよ。これ本当難しいなと思うんですけど、こっちは結構薄い話を勢いよく話してるっていう感じのニュアンスなんですが、やっぱその勢いよく話すぞって時に、私も無意識になんかこう、なんだろうな、この薄い話をこう、濃密に聞かせてやれっていうのが、なんかこう自分の中で生まれてくるんですかね。そうすると結局濃密の濃ってあれも濃いっていう字ですから、あれこれ濃いんじゃないみたいな、聞いてる方が、いやこれ薄くないよ、こんなに勢いよく話されたら濃いよってなるんでしょうね。確かにね、私今日薄い話できてる気するなーって時って、やっぱりこう心が程よく乾いてる状態、なんとか虚無の状態の時が一番薄い話できてるなっていう実感があって、今はね、なんかね、胃液もちゃんと上がってきたし、安定的にタバコで咳込む朝ね、でまあコーヒー、スズメ、ね、まあこう車のエンジン音なんかがなんかこういい感じに、俺何やってんだろうなっ
ていう気にさせるから、虚無が程よいバランスでこう虚無感があるんですよ。うん。だから薄い話はやっぱ一生懸命やるもんじゃないんですよね。一生懸命やらないっていうのが、一番そのこれくらいのペースですかね。うん。次何話そう、次何話そう。よし、面白い話をしてやるぞ。テンポよく行くぞって思い始めると、もうこれ薄い話じゃないってことですよね。あの、薄い話。あ、いいね。ここでひげ生やしてこの顔つきでそれっぽいこと言ってると、本当に外国人なんかそういうなんか片言で話してるみたいな。No 薄い話。うん、あ、今日かだいぶ薄いよね。スズメも薄い薄いって俺に泣いてるわ。薄い。6分。よし、カード引こう。じゃん。前回から始まりました。こちら。カラーカード。これね、もらいもんなんですけど、くれた方からね、これはタロットカードではなく、オラクルカードというもんで、タロットとはまた違うもんですよっていう指摘を受けました。うん。なので、オラクルカードですね。まあ、こう、ご神託が書いているカードだっていうことでしょうね。オラクルカード。引いていきましょう。ちょっと今日も、視聴者と近づいてからじゃないと、いいカード引けないですよね。ああ、だいぶ高次元でつながってる。今もみんなとだいぶつながってますよ。高次元で。よし、行こう。じゃん。マジかー。うわー、これはいいね。ピンク。愛を受け入れる。ちょっと。やっばいの引いちゃいました。いやー、これ上がるね。まさかピンク引いちゃうとは。愛を受け入れる色ですよ、これピンク。まあもう、どうなんだろうな。うん。今この、岡さん、薄い話を、ここまで聞いた人は、もうやっぱ愛受け入れてるでしょ。いやー、ちょっと興奮しちゃうな。さすがに薄い話した後、この、うん。いやー、これ、愛、うん。結局ね、愛を受け入れるってことをしないとダメでしょ。うん。愛を受け入れることを互いにしていたら、まあそこの愛はやばいことになりますから、拒絶しちゃダメですよね。うん。私なんか愛を受け入れる価値のない人なんだとか思っちゃダメで、どんな人も、みんな愛受け入れていいんですよ。いつだって。愛受け入れたことによってね、自分ってものの存在がすごいまた高くなれるんで。ここはもうちょっと、愛を受け入れる。このカード、毎回毎日引くんですけど、別に今日の運勢とかではないです。むしろ、なんだろうな、今必要なメッセージをどんどん出していって、心の中でカードを重ねていってください。うん。愛は受け入れていきましょうということで。うん。
今日一日だけのことじゃない。もう忘れずに、恒久的に愛は受け入れていきましょう。はい、じゃんけんしましょう。あ、俺今日何する出すかも決まってます。いきますよ。なんかじゃんけんするタイミングも意外とね、パッとやっちゃうと慌てちゃうっていうことなんで、ちょっとアイドリングが必要ですね。いきますよ、いきますよ。最初はグーでいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。グー。はい、勝ったか負けたかはコメント欄でお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。